この私に生徒2名を伴って砦を1つ落としてこいと。運命を見る限りそういうことになりますかね。もちろん他の兵も作戦に参加しますが、まずはあなたたちだけで切り込めと。相変わらずふざけたことを。私を消したいだけならご自慢の暗部でも使えばいい。なんならガスパルにでも私を殺させれば。申し訳ありません、口が過ぎました。まあ気持ちは理解できますよ。今回は生徒までですからね。こんなことにあいつらを巻き込みたくはなかった。彼らは光だ。未来を担う希望の光であり、司法。過去の亡霊が触れていい存在じゃない。やれやれ、その深い愛情をたまには生徒たちにも見せておやりなさい。ご冗談を。飴を与えるにはまだ早いですよ。生徒にも私にも。そうですか。では同伴生徒を選抜後任務に赴きます。随分とあっさり受けましたね。上が生徒たちを甘く見ているのが尺なので、見せてやりますよ。優秀な生徒2名を同伴していいというのであれば、砦で一つ落とすことなど造作もないということ。座学はここまで。次は実戦訓練に移る。お前たち二人には以前から課題を出してあったな。はい。その後の進捗はどうか、しかと確認させてもらおう。お手柔らかに。では、私たちは先に訓練場へ向かいますね。今日の指導相手があの二人なのはちょうどいい。例の課題のことも含め少し様子を見させてもらおう。外は天気もいいし絶好の訓練日和だな。あ、リゼット教官、もしかしてこの教室次の授業で使います？いや、その予定はないが。よかった。じゃあ私のクラスで会ってそうです。この学校授業によって教室が変わるので、たまに間違えちゃうんですよね。リゼット先生、今日も生徒の訓練ですか？ええ、少し厄介な任務がありまして、同行する能力があるか試そうと思っています。こりゃまた過激そうな訓練だ。先生のしごきはこの学校の名物ですね。え、リゼット教官、どうした、やましいことでもあるのか？あ、いえ、その前の授業ちょっと遅れてしまって。でも問題ないです。教官の訓練にはバッチリ参加しますので。なるほど。ではその遅刻した授業の分みっちりと補習をしてやろう。楽しみにしているんだな。はい。
れ、この先は学生寮ですが、教官が用事なんて珍しいですね。ひょっとして寝坊した生徒を叩き起こしに来たとか。そこまでしてやるほどお人よしじゃないで、ですよね。さっき訓練場の方に行ったのって、ああ、ブレイズの二人だよ。しかも筆頭のデュフォールとモーラクスか。模擬戦闘でもやるのかね。だったら見てみたいもんだな。確かにあの二人の戦闘技術いろいろと参考になりそうだもんな。シルベアの新緑に、あ、リゼット教官、これはお見苦しいところを。いついかなる時でも美しい効果が披露できるよう日々練習中なのです。いつか法王様の前で歌えたら本望ですね。リゼット教官、あの、僕はブレイズではないのですが、時間があるときにご指導いただけますでしょうか。別に構わないが、私の指導は厳しいぞ。それでもいいなら。それがいいんです。教官になじられしごかれながら強くなる。それに最高の喜びを感じるんです。そうか。早速だが、モーラクス、準備はいいか。はい、準備不足は否めませんが。不意打ちで驚いたか。正直、教官の課題をクリアするにはまだ未熟かと思っていましたので。だからまだ鍛錬が必要だと。そんなのんきでいいのか。実戦は貴様の成長を待ってはくれんぞ。はい、心得ています。ですので私は今あるすべてをもって教官に相対したいと思います。いい心意気だ。では行くぞ。えっ、相変わらず美しい立ち筋だな。ありがとうございます。ですが教官を倒すのにはまだ不十分です。ほう、まだということはいずれ倒す気があるということか。それは。じゃあ手を抜くのは失礼というものだな。教官らしいですね。どうだ、消えろ。貴様らに勝利はない。よっ、せてや。くそ、た、さあ、かしづけ、エンブリオ。ここからだ。好きだらけ、まだ、知れ。見切った。はあ、くそ。乾杯です。リュシアン、頑張ってください。次はデュフォール、貴様の番だ。まあそうなりますよね。なんだ、モーラクスとの戦闘を見ておじけづいたか。戦いたくない気持ちなら最初からずっとですよ。まったくお前はもう少しシャンとしろ。ブレイズ主席の称号が伊達でないこと証明してもらうぞ。
最近も任務で忙しそうじゃないか。数々の実戦で鍛えた力、さぞ私を楽しませてくれることだろう。どうですかね、教官のお眼鏡にかなうかどうかは実際に見ていただくということで。覚悟してください。えい、消えろ。ここだ。てやさあ、かごっとせ、仕留めます。終わりだ。ここからが本番だ。さ、覚悟してください。貴様らに勝利してください。えい、覚悟してく。踊れ、エンブリオ。えい、受けてみる。知れ。息を整えなくては。どうだ、ではここだ。地獄を出す。せあ、私に、はあ、やはり届きませんでしたか。モラクスは少し回復したか。はい、それは何よりだ。ではここからは二人まとめてかかってこい。貴様らの力はそんなものか。今度は同時に相手してやる。どこからでもかかってこい。さすがのタフさですね。いや、実戦ではほぼ負けはないんですがね。それはそれは、プライドを傷つけてしまってすまないな。上には上がいるということを叩き込んでやろう。これは仕方がない、全力で行きましょう。バネッサさん、心得ました。で、おっと、少し本気で行こう。存分に学ぶ。好きだらけで決し飛べ。このままでは。覚悟して一度体勢を立て直したいですね。よっ、貴様らの全力とやらはその程度か。叶わなくてもいい。今のお前たちの全てをこの私に見せてみろ。くそ、仕留めます。せやっ、うわよっと、ここだ。せやっ、消えろ。下がっていてください。ちゃあ、ちょ、少し気張りすぎましたね。たっ、くそ、終わりだ。ふっ、下がっていてください。えい、バカな。ここからが本番だ。よって、少し本気で行こう。存分に学べ。受けてみる。決し飛べ。まだです。どうだ、そんな。ほっと、私にはやるべきことが。参りました。やはりお前たち二人は優秀だな。そこらの聖魂騎士よりよほど強い。だがやはり課題も多い。まずモラクス、前から言っているが、大事な局面でこそ迷いを捨てろ。はい。そしてデュフォール、お前は少々悟すぎる。負けと見ればすぐに引くほどに。え、どうかしたか。いえ、以前ある人に全く同じことを言われたなと。そうですか。僕は、私はまだ諦めが早く。自分で意識できているならいい。あとは実践を重ねる中で少しずつ矯正していくのだな。はい。まあそういう意味でもおあつらい向きか。何です？ああ、そのな、もしよければなんだか私と一緒に砦を落としに行かないか。は？